こんにちは、のりたろうです。昨日、コイン投資家としては少し見逃せないこんなニュースがありました。名古屋市の小学6年生の男子児童が同級生に価値が上がるコインだと持ち上げられ、93万円を騙し取られたという事件がニュースになっておりました。コイン投資を推奨する側としては、はた迷惑なんですが、それとは別にこのニュースはとても大きな問題があるなと思いまして、今回このニュースを取り上げさせていただきました。まず最初に、このような事件に遭われた被害者の児童並びに親御さんには大変な目に遭われたということで心中をお察しします。でまた加害者側の児童の行為は詐欺行為である可能性が高く、しかも複数という話もあり、犯罪である可能性が非常に高いため、おそらく犯罪ですね、許されないことでありますとお断りさせていただきます。ただその上で、被害者側の児童やお父様の発言とか、あとはニュース記事自体、あとはそれに対するコメントに対してとても良くないなと感じましたので、そのことについてお話しさせていただきたいと思います。まずはニュースの内容を確認しましょう。父親によると、当時小学5年生だった男子児童は、おととし11月から去年の2月の間に複数の同級生から記念メダルや外貨の買取名目で8回にわたり合わせて39万円を支払ったということです。実際の価格よりも高い額を支払ったとして、2月に警察に被害を相談したということです。でその中に、大手貴金属店に作らせた純金製と紹介されたコインがあったと言います。で被害を相談した児童の父親、今金貨 1g 9000円だと、これ持ってみるかと息子に握らせてみるんですね。持った息子はすごい金額なんだろうなと勘違いをしまして、児童はそのコインを36万円で購入。しかしその後、名古屋港水族館の記念メダルだったと判明しました。でさらにカナダドルの10ドル札があるんですが、プラスチックでできた紙幣だから価値があるとそそのかされてしまい、25万円と言われて思わず買ってしまったということがあります。他にもオリンピック記念硬貨やお札などを買わされたということです。でこのニュース、単純にこの記事に文句を言えば、記念メダルとかカナダの10ドル札、記念硬貨や昔のお札が、さも価値のないように書かれておりまして、これもちょっと悪質かなと思いました。で私としては、今の株高の逃げ道として、アンティークコインにお金が回らないように、もしかして誰かがこのタイミングでこんなニュースを流したんじゃないかなと陰謀を画策してしまいますが、ただそれはそれで問題なんですが、それだったらわざわざ緊急で動画にするまでもないことです。で私がとても問題だと思ったのは、このニュースの中での被害者のお父様の発言とそれに対するコメントです。で こちらをご覧ください。男子児童はお年玉などで貯めたタンス預金があり、学校で僕は100万円持っているかっこいいだろうと話していて、それが金銭トラブルにつながったと見られています。ということで、これはこれで、ちょっと男子児童は問題かなと思います。でこの問題はちょっとこの続きからです。で今回のトラブルについて、男子児童は父親に腹が立つ、信じていたのにうまい話があると思ってしまったと話しているということです。まずここが一つで、その続き、早い段階からお金の教育をしなければいけなかった、お父さんがお前に対して怠っていたことは悪かったと、むしろ私が謝りましたと、いいことを言ってるんですが、このトラブルを踏まえ次のようにも話します。で、と続くんですが、ここの続きは、あんまりポイントではないので割愛しますが、まず先ほど誰かの陰謀論ではないかと言ってしまったところは、被害者の児童のコメントです。うまい話があると思ってしまったという発言ですね。この発言をする時点で、この被害者の男児が父親から金融教育などをされていないなというのが分かりますが、これは事件後の被害者の児童の父親による回想コメントということは、つまり父親はその後のコメントで、お父さんがお前に対してお金の教育を怠っていたことは悪かったと謝ったと話しておられるので、おそらくお父様がお金の教育をされた後で被害者児童はこう言ってるのかなと解釈することもできます。ということは、そもそも父親がお金の生かし方、増やし方について、もしかして全く無知なのか、もしくはしっかり伝えていないということが伺えます。
そしておそらくそのうちの前者の無知の方なのかなと思うのが、根拠としてそもそも子供に100万円を現金で渡していたというところからも、被害者のお父さんはちょっとまあ言い方悪くなりますが、お金の生かし方が分かっていないということが分かるかと思います。子供に100万円を現金で渡していること自体何の価値も生みません。むしろ銀行にあった方が少しでも利子がつきますし、少し知識があれば、まあ、例えばジュニア兄さんなんかに去年一昨年であれば突っ込んでおくはずです。で、本当に知識があればアンティークコインとかモダンコインなどを買って資産への投資の意味っていうのを教えるはずです。ということで、やはり金融リテラシーが低いと言わざるを得ないと。で、それに加えてコメントがですね、結構絶望的かなと思うんですが、まずは専門家という方のコメントです。で、専門家の中でエコノミストという肩書きの門倉さんという方のコメントを見てみましょう。一般に子どもの金融教育は幼児から小学生低学年から始めるのが望ましいとされています。ただ子どもの金銭教育は予算を与えて子どもに選ばせるなど、少額のお金の管理が基本であり、100万円という金額は小学生にとっては自分で管理するには多すぎて、金銭感覚に悪影響を及ぼす影響があると。で、このコメントを見て、えって思いませんか？まあ、こんなの、まあ、小学生でも分かるレベルの当たり前すぎても100万円多すぎる、誰もが思うことなんですけど、もはや何のためにコメントをしているのか意図が全くわからないコメントですね。まあ、こんなコメントされると一体経済評論家って何なんですかって思ってしまうんですが、やっぱり金融リテラシーのなさで言えば、まあ、絶望レベルなんじゃないかなと思います。で、陰謀論的には何か口止めされてもいるんじゃないかなっていうぐらい中身のないコメントになっています。で、またまたちょっと絶望的なのがその他の一般的の方のコメントになります。で、大半が、まあ、児童が裁かれないことに、まあ、加害者側の児童が裁かれないことに対する意見とか、学校の対応に対する批判の意見とかで、まあ、お金の教育に関するコメントあまりないんですが、まあ、これかなっていうのがあったので見てみると、早い段階からお金の教育をしなければいけなかったっていうところに言及してます。で、どんなに財産を蓄えてもその知識がなければやがて浪費や今回のような搾取などにより全て財産を失ってしまう。上記のようなコメントができるほどの父親でしょうから、93万円はそれほど高い授業料ではないと判断し、子供を叱らなかったのだろうけど、軽率な行いに落ち込んでいる我が子の心の負担を少しでも軽くしてやれる効果もあるでしょうし、良いと思います。今後はうまい話に乗ることはないだろうし、父親がお金の使い方を教えてくれる。この子には早く昇進を癒して学校の勉強や知識の習得に励み、良い人生を送ってほしいと思いますと。まあ、なんか良さげなことを書いてあるんですが、父親が金融リテラシーが低いことに対するコメントは書いてないですね。で、むしろこのコメントではお父さんがお金の使い方を教えてくれると言っております。で、また学校の勉強や知識の習得で良い人生歩めるわけがないのにと思ってしまいますね。で、つまりこれがやはり日本人の金融リテラシーの現状という、まあ、何だかとても絶望感を味わったニュースでした。で、私もまだ小さい子供がおりますが、子供にはお金を与えようとは思っておらず、お金の作り方、稼ぎ方を教育、まあ、今しようとしているところです。で、よく言われる魚を与えるのではなく魚の釣り方を教えるということです。で、被害者のお父様はまさにこの魚を与えてしまって魚の釣り方を全く教えていなかったということになります。そして投資、浪費、消費の区別をしっかり伝えていれば、記念メダルを買う際にもですね、投資効果があるのかっていうのは、もう小学5年生ぐらいであればインターネットとかもうスマホも持ってるか分かんないですけど、まあ、インターネットで相場を検索できるはずです。そして被害者の子はそのやり方とか、もともと資産っていうのは何なのかっていうことを多分教えてもらっていなかったんじゃないかなと思います。で、経済評論家の方にはこういうことをコメントしてほしかったんですけど、経済評論家って何なのかなって思っちゃいますよね。そして被害者の児童は本当にかわいそうだと思いますが、これがきっかけでお金についてより深く理解できるようになれば、
この93万円という被害額も、まあ、高い授業料だなとして生き金にすることもできると思いますが、おそらく最初の児童のコメントにあるようにうまい話があると思ってしまったという発言から推測するに、この騙し取られたお金はただの死に金になってしまい、この児童の将来についてとても心配になってしまったという、もう私の中では結構絶望的なニュースでしたので皆様にシェアさせていただきました。ぜひともこの話は闇の支配者の陰謀による情報操作のための捏造報道であってほしいなと願うばかりです。私の動画をご覧になっておられる皆様には、少しでも周りの人の金融リテラシーを高めていただきたいなと思います。で、ご自身で教育難しいといえば私の動画の拡散でもいいので、一人でも多くの、もう特に若い子ですね、子どもたちは本当にお金のこと知らないので、学校でも教え始めたらしいですけど、ね、学校の先生が教える金融教育は高が知れてると思いますので、やはり知ってる方が一人でも多くの人に伝えるというのは大事かなと思います。で、今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ためになったという方も、全然ためにならなかったという方も、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン、ね、本物の金貨をぜひちっちゃい子には見せて、これが本物の金だよと、もう色味も分かれば騙されることも少なくなると思いますので、しっかり教育できたらと思います。ご視聴ありがとうございました。